皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで今回もね、いっぱいになる RPG よりやっていきたいと思うんですけども、今回ですね、はい、今回はね、またね、前回じゃなくて前々回かな、前々回の動画で、まあ、また、育成状況をね、紹介したと思うので、そちらをね、まあやっていきます。今回も、前回前々回に引き続き誰々ですね、誰々の紹介やっていきましょうってな感じで、はい、早速見ていきます。はい、ボックスからね、はい、ってことでね、やっていきましょう。とりあえずね、まあ、前々回の動画がね、ちょっとまあ2週間、まあ、その育成状況出してから2週間以上経ったと思うんですけども、さっき見たらね経ったと思うんですけども、まあまあまあ進みましたけど、進んだんですけど、そのダルダル完成するまでにはまだ至ってないんですよね。うん、はい、ね、まあ一応結構素材ができて、8台から見ていくと、まあ8台から見ていくと、8台が一番結論になっちゃうかもしれないけど、こんな感じですね。はい、こちら年配人間ね、ノギクさんって感じで、まあ、最大で、赤青なんですけども、まあダルダル、まあ免疫ダウンってことで、はい。まあ最大のハートレンガ。まあだからこれを桃にすればできるって感じなんですけども、はい、こんな感じですね。うん、まあ見た通り最大かな、最大だと思うんですけど、まあこれをね、桃にしていくってところで今ちょっと苦戦して中。で、それはが、これが一番最初に見てもらったら分かると、入居日が今7月5日なんで、2022年で、ね、7月5日って書いてたと思うんで、これがちょっとまあ今から、まあ2週間ぐらいかな、まあ前かなとは思うんですけども、約2週間ぐらい前とはと思うんですけど、で、こちらかな、そうね、こっちだね。次に作ったのがこちらですね。だからもう、そう、桃も欲しいなと思ったから、とりあえず桃素材集めようと思って、作りました。こちらを。はい。トキさんということで。名前ちょっとね、特に、厳選してないんで、この時はまだ。まあ、名前ちょっとあれなんですけども。はい。まあ、入居日7月15ということで、まあ、こちら最大で、桃桃レンガですね。桃桃レンガの最大。アンテナなしということで。で、こちらを出生させてね、まあ、もちろん、まあ、一番理想なのは、桃桃になってレンガになること。レンガになって、免疫ダウン、みんなダルダル、免疫ダウンになって、って感じで一番で完成形なんですけど、まあならずって感じですね。まあ後で見せるか。はい。で、その次に作ったのがこちら。まあ入居日2日後です。こちらね、まあ同じ回避ゼロであるんですけど、まあ最大じゃないんですよね。まあ最大ではないんですよね。こんな感じですね。まあ8世代。モモレンガ。最大じゃないんだけど、アンテナしで、まあ他同じで、顔もすごいなんか似てるけど、若干。よく見るとね、口の、ところがちょっとね、違うんですよね。ほとんどまあ、顔同じだけどね。なんででもこんな同じのができたんだろう。よくわかんないけど。まあなんか自然できたかもしれない。はい。たまたまかな。はい、ちょっとね、若干細いけど、まあなんか中間とかだったかな、確か。確か中間あたりだった気がするんですけど、こんな感じですね。で、これもまあ、低いけど、さっきより確率低いからもできずって感じなんですよね。まあとりあえずね、この2週間ぐらいで進んだ感じ、ダルダルのね、育成進んだって言ったら、このまま3体ぐらいかな。おそらくこの3体が新しくできたやつだと思います。個体として、素材としてはね。はい。まあ、で、ちょっとね、こっから、どうしようかなって今苦戦ちょっと借款して気味ではある。あと出世だけも、まあ、無駄にしたって言ったと思うんですけど、まあ、それで結構痛くてね、無駄にしちゃったので、はい。まあ、それで、だいぶ、出世だけ削られちゃったってのもあるんでね。感じます。今確か出世だけがね、一個だけなんだよね。うん。ほら、一個だけ。一個だけしかないから、ちょっと、またね、ジュエルで買いたいけど、まあ、ジュエルもあるけどって感じかな。はい。まあ、そんな感じですかね。うん。じゃあ、出世画面見せてきますか。はい、出世画面来ました。まあ、とりあえずね、8世代なんで、まあ結構いい答えはね、まあこの他にもね、金銀では結構いるんですけど、まあ、何せね、桃桃でね、作ってたっていうのがあんまり今までいなかったんで、あ、これね、いるけど、いなかったんでね、うん。ちなみにここら辺もね、出世だけ一応使って試しました。この辺も、桃桃ね。でもできなかったんですよね。うん、やったはずなんだよ。うん、まあ運が悪いと。まあ、一応まあ出世だけってもうあれなんで、使ったあれなんでね、まあ見せがいいんですけど、カットするんですけども。ね、そう、こんな感じで、一番、できてほしいって、この、チラを修正すると、まあ、まあ、こんな感じって感じですかね。まあ、結構失敗の方かなって感じですかね、これは。
そうね、もう映んないし、アンテナも映らないしって感じかな。いやー、これはちょっと運が悪いかな。まあ、最大だから絶対最大になるけどね。で、こちら修正させようとすると、そう、これはね、だいぶ、まだいいんだけどね。でも、桃じゃないからね。ちょっと、あれかなって感じありますね。あ、ちなみにこれって、体格的にはどうなんだろう。ちょっと今、相撲で見てみようかな。はい、ってな感じで、まあ、おそらくね、これ、修正させようとすると、まあ、これね、多分ね、おそらく最大ですね。え、マジ？わー、でも、どうなんだろう。いや、これ最大でじゃん。で、免疫ダウンじゃん。で、ハートレンガじゃん。回避するじゃん。で、AP も、AP も入ってるわけじゃん。フルーツ。まあ、だから、まあ、これを出生させるって手も、まあ、なきにしもあらずかなと思っちゃったけど、まあ、いかんせんもじゃないから、まあ、誘惑が 10% じゃないから、まあ、2% しかつかないってところかな。そこで結構やめ考えちゃうな。いやー、どうなんだろう。いやー、でもどうしようかな。いや、ちょっとまあ、もしも、まあ、ちょっとあんま来るかわかんないけど、まあ、コメント欄でなんか、この出世、今この画面のね、この出世をした方がいいかなって思う、した方がいいよっていう思う方とか、なんかアドバイスっていうか、その、思う方いれば、まあ、教えてください。皆さんこれどう思いますかね。出世させた方がいいかなと思いますかね。見てる方で。ニコニコでもいいんでね。よければコメントください。はい。これはちょっと最大とはしなかった。でも最大っぽいよね。45らしいし。多分最大だと思うけど。まあ、おそらく。はい。ってな感じで、まあね。そんな感じですかね。うん。他はね、もう、ギンギンなんでね。まあ、絶対にね、絶対っていうか、その、免疫ダウンとかダルダル系をね、まあ、ギンギンにさせる必要もないと思うしね。まあ、一応見ていくと、まあ、そもそももうなんないしな、これ。これはまずトラガー出してダメだったし。で、これもダメだった。あ、これちょっと、これだ。あ、そこで見たな。あ、でもこれもダメだ。トラガー出します。そうそう。まったな感じですかね。まあ、ということで、結果はね、まあ、でもこうやってなんかいいね。動画で改めて修正させるとなんか気づくこともあるからね。たまには。たまに。いいなと思いました。まあ、だから、これですかね。これを。でもなんか前もなんか、どうなんだろう。前もなんかこういうのできて、やめた方がいいですって来たからな。確か。これもう捕まえる、これが捕まえ、アンテナが捕まえるの場合ね。捕まえ、確かそれで来たんですよね。だから、まあでも、ダルダルの場合は違うよね。ダルダルの場合は、カバー役にもまあ、する場合もあるのかな。なんだろう。した場合はさ、属性耐性がマイナス全部1じゃないから、そこでは強い。威力は 8%。 8% って結構痛いよな、でも。どうなんだろうね。まあ、って感じかな。はい、こんな感じです。はい、ってことでいかがだったでしょうか。今日はね、まあ、ダルダルのね、育成状況をね、まあ、最新ということでね、まあ、最新って言ってもこれ古くなるけど、絶対に近いうちにまた。まあ、そろそろできるかもしれないけど、まあ、ちょっと、もうの完全完成にはね、ちょっとまだ至らないって感じなんですけど、まあ、中から、そうね、中間線ぐらいの、まあ、できそうでしたけども、まあ、果たしてこれ修正させた方がいいのかっていうのは、ちょっとね、まあ、微妙なんで、まあ、コメント欄で、他のガチ勢の方で、いれば、はい、お待ちしております、コメント。てな感じでした。はい。まあ、ちょっと最近ね、復帰してからね、まあ、ワイコロ動画とかね、出してないと思うんですけども、ワイコロはなんか、今、荒れてるらしくて、まあ、知ってると思うけど、みんな。荒れてるらしくて、なんか、めちゃくちゃ同じ人に当たるとかって、なんかチーターがいるらしくて、まあ今はいないのかな、今はいなかったけど、まあ多分いると思うっしょ。それに、あ、そうか、深夜やればいいのか、でも最近深夜やってないんだよ、何倍か。育成結構まあまあしちゃってるから。まあ、深夜やってないし、もうワイコロ自体はそんなにやってないっていうのがある。まあやろうとは思うけど、まあ誰できたらいいよね、絶対にワイコロは。はい。ってな感じでした。まあ、なのでワイコロ動画ちょっとお待ちください。まあそれにね、まあ今までの使ったパーティーのね、ワイコロ動画かなりね、過去にも上げてるのでね。まあちょっと飽きもあるかもしれないと思ったんで、飽きもあるかわかんないけど。まあちょっと、とりあえずね、ダルダルできたら、またね、ワイコロはね、ワイコロまたね、やるので、やって動画出すので、よろしくお願いします、その時は。はい。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。